プシュプシュとよく沈むやばそうなボタンを作ります。まず紙コップを半分にカットします。このようにカッターでぐるりと一周切り取って半分にします。半分にカットしたら、さらにこの真ん中にうっすらと目印のラインを書き込みます。この底に小指を当ててぐるぐる回して書くと書きやすいです。縁からこの線のところまで細かく切り込みを入れていきます。切り終わりました。それぞれの部分を一度線のところから内側に折ってから、さらに外側にこのように折ります。一旦中に折ってから外側に、中に折ってから外側に、このように V 字に折っていきます。全部折りました。この部分が汚いので、きれいに重ねていきます。この上にこれ、この上にこれ、このように1枚ずつ重ねながら、きれいに並べていきます。このようにきれいに並びました。あとは少し全体を押して整えます。この部分が平らになるぐらいまで整えたら、全体を伏せ、上から押せばプシュプシュと気持ちよく沈みます。ぜひ作ってみてください。